自分たちの既得権益に入ってくるなということの意思表示。ヨーロッパでは立候補するのに数万円ですよ。3万円とか1万円。日本では立候補するだけで300万、600万。わかるでしょ？今何がやられてるかわかるでしょ？もう無理だ。そんなこと思わないでくださいよ。あなたが希望の光なんです。なきゃ、この国変えられないんです。今政治がやっている、おじさん、おばさんたちが、に対して、もっと政治に興味を持ってくれ。自分たちの未来を守るような政治家、そういう人たちに力を貸してくれって。子供が名前聞くな、そう言われるかもしれない。でも君たちがもっと深く知っていけば、そんな言葉は言えなくなる。子供が政治のことを言って何が悪いんだ。次のバトンを渡されるのは子供世代なんだぞって。当然です。このまま興味を持たなかったら本当に危険。大人が子供のことを守ると思ったら大間違い。もう自分のことは自分で守らなきゃどうしようもない状況に来ている。選挙権がないあなたにも力を貸してほしい。どうか力を貸してください。今の政治の状況を隣の人に周りの人に伝えてください。福島ではもうすぐ知事選がある。本当にあなたが選ぶ知事が孫の代、その先の代までの次の世代の命を守る、そんな政策をしてくれる人なのか、本当にもう一度考えていただきたい。誰を応援するのか、皆さんのチョイスで本当に福島の未来が決まる。子供たち、お孫さんたちの未来が決まるんです。力を貸してください。表立って声を上げなくてもいい。選挙はありがとう、頑張ろう一緒に。子供たちの未来を本当に守っていただきたい。子供の未来といえば人気が出ると思って子供の未来と言ってると思うかもしれない。違う、単純なこと。子供イコールもう未来じゃないですか。この国の将来なんです。力を貸してほしい。俺はもう年いってるからもういいよ、若いやつ頑張れ。そんなこと言わないでください。お父さん、黄泉の国に行く前にまだまだできることいっぱいあるんですよ。お父さんお母さん、力を貸してほしい。福島の知事選、これに向けて横につながっていただきたい。今のままじゃ本当にまずい。今のままじゃ本当に人体実験されっぱなしですよ。福島だけじゃない、東京もそう、群馬もそう、栃木もそう、千葉もそう、埼玉もそう、神奈川もそう。冗談じゃない。何をしてるんだよ。事故前の基準が全てだ。当然です。安全基準が20倍に引き上げられて安全だなんて言える人一人もいない。安全か危険かわからないことに対してお前危険を煽るな、そう思われる方もいらっしゃるかもしれない。でも言わせてください。安全か危険かが科学的にわからないならば、最低限危険かもしれないという立場に立たないと未来守れないんですよね。当然です。もうすでに一人一人がどうやれば被爆を防護できるのかというその考えのもとに毎日の生活を送られていることと思います。山本太郎が余計なお世話を言うまでもないと思う。政治の状況でそれを変えられるようにあなたの力を貸していただきたい。参議院の最前列に1年間政治に参加をしながら政治を見てきてはっきり言えること、そこから見える未来は暗闇しかない。だから東京が選挙区の山本太郎が今ここに立ってるんです。無力でごめんなさい。政治は数の力でも、それを止められるのは皆さん一人一人の声、一人一人の力なんですよ。無力じゃない。あなたが光、あなたという光を失えばこの国の闇を照らす光はなくなってしまう。あなたの隣から、あなたの周りから、あなたの地域から、ありがとうございます。この国を変える力をください。政治家でありながら
市民の皆さんにそのようなお願いをする、情けない政治家で申し訳ない。でも希望だけ語って中身のない政治家にはなりたくない。現状を語ったらもちろん耳の痛いことだらけ、でも伝えたい、変えたいから。あなたの力が必要です。話の中身がいまいちよくわからなかった方、ぜひブログを読んでいただけませんか。ありがとうございます。インターネットでスマートフォンで検索していただけませんか。山本太郎スペースを開けてブログ、それで検索をしていただければ中学生でも理解できるブログ書いています。間違いないです。山本太郎が理解できたんだから中学生も理解できるはずなんです。ぜひ読んでください。5分で読める。バックナンバー戻っていってください。 TPP の嘘、今政府がやろうとしていることの嘘、原発の嘘、山本太郎の視点から書いてある。テレビ新聞を信じていたらあなたの未来は守れない。いろんな情報をあなたの目で判断してください。山本太郎の言う話を 100% 信じてくださいとは言わない。あなたの目でいろんな情報を判断してください。長い時間マイクを通しての失礼申し訳ございませんでした。参議院議員山本太郎でした。ありがとうございました。でですね、お時間もう10分ぐらい、もしお時間ある方いらっしゃいましたら、ツーショット山本太郎と撮ってきてください。政治に興味がない方に対してちょっと少しそのドア隙間開けることができる可能性があるなら、その撮ったツーショットをぜひ使ってください。でですね、山本太郎ほぼ肖像権ございませんので使い方は自由です。お願いします。山本太郎のブログを添付して流していただくのも結構。それだけじゃなく歩く風評被害、山本太郎が福島に来とるぞ、そんな使い方でも何でも結構です。ぜひ自由にお使いください。それではツーショット写真これから撮りたいと思います。どこから撮りますか。はい、今こちらに手を挙げている人の前に行っていただければありがとうございます。こちらへどうぞ。あ、すいませんね。お願いします。明るいところがいいね。こっちこっち。カメラはどこやねん。暗いかな。列がおかしい。